隋道っていうのかな、人道。ああ、錆びれた駅でしょう。ヨーロッパ行きたいな、また。石畳というかタイルがいいなっておりますね。ちょっと音声が取り入れて申し訳ありませんね。8ミリビデオのね、電気機関車に引かれた客車が入ってきましたね。この列車に僕が乗るのかな、それっぽいですね。カラーリングがもうロシアですね。モスクワという文字が出てるんですね。モスキー。そうなんですね。15時53分発のモスクワ行きに乗りますね。再び僕はモスクワ経由で帰っていくんですね。物好きですね。来た時ね、1週間以上もかけてヨーロッパに列車で来たのにね、また列車に乗ってモスクワを目指しますね。モスクワ時刻表でございますね。読みにくいですね。ロシア語で書いてある、ね、モスクワ15時発、読めませんね。読めません。眠いですね。読めません。どこの時刻で書いてあるかもわかりません。ここはまだブリュッシェルですね。車両の中からね、通路は僕の部屋でございます。僕だけがいる。個室のように見えますけどもね、お客さんが少なかったからね、そのように。上にね、もう一段ベッドがあるんですね。日中は座席になっておりますね。いやー、いいね、こういうのはね。この列車に乗り込めば、列車が僕のことをロシアのモスクワに連れて行ってくれます。間にドイツがあって、ポーランドがあって、ベラルーシがあります。またね、ポーランドとね、ベラルーシの間にはね、線路幅が変わりますのでですね、またね、車輪をね、交換しなければいけません。音声が途切れてしまったのかな。8ミリビデオのね、映像ですからね。このね、地下の駅はね、地下を通り抜けて、ドイツだったかベルギーだったか忘れちゃいましたね。ドイツかもしれませんね。国際列車はいいよね、なんかヨーロッパは。大きな駅に近づきましたね。もしかしたら信号で止まっております。ここはベルギーなのかドイツなのか、どこなんだかよくわかりませんね。線路がたくさん並んでいて、向こうのレールにはプラットフォームみたいなのがありますね。あの駅は利用されている駅なのでしょうか、どうでしょうかね。すべてのレールが緩やかにカーブをして駅があるんですかね。急カーブしていくね。国際列車に乗っておりますね。なんか日本の鉄道よりも錆びれているのがね、いいよね。プラットフォームに列車が滑り込んでしていきます。はあ、人がベンチに座っていますね。なんか静かな駅の感じですね。まあここ錆びれた感じがやっぱり美しいですね。このまんまね、古いまんまね、今でも残っていただけると僕的には嬉しいんですけどもね、古い駅ですよね。なんか待合所とかベンチの様子とかね、ごっつい石で作ってますよっていう感じのね、いい感じじゃないですか。もう鉄道の歴史はね、日本よりも昔からあるんじゃないの？よくわかんないけど、サッカーの車窓の風景でございます、ね、サッカー場が見えましたね。ベルギーなのかな、ドイツなのかな。3時何分、3時50何分の出発だから、もう4時台とか5時台とかね、そういう感じの時間帯でございます。東に進むほど時差的にはね、早まっていきますからね、どんどんと暮れていくんですね。夕暮れに向かって電車は走ってますからね。夕暮れになる加速度もね、早まっていくような、そういう旅風景でございますね。こんなところも映してるんですね。過ぎていく景色がね、惜しいんですよね。だからこうやってね、カメラでね、通り過ぎていく景色を全部掘り尽くしたいなという、そういう気持ちが込められておりますね。建物、古ぼけた建物が立ち並んでおりますね。川も流れて、また違う駅に到着いたしましたね。もう時間的にね、この辺はね、統一なんじゃないかなと思いますね。今駅名が書いてあったけど、ちょっと読んだことね。まあなんかドイツっぽい、大きめの都市でございますね。ドイツっぽい駅の名前っぽい感じだったな。ライン川はもう通り過ぎたのかな、どうかな。赤い屋根が目立ちますね。美しい街の紹介をしようかなと思って、今回の動画の説明、まとめて何動画分やりたいなと思っております。全体的には1996年の2月の末から出発して3月いっぱいね、ユーラシア大陸を往復した旅のね、説明の一部をやりたいと思います。前回の説明ではですね、レンタカーを借りてパリを出発して、ポルトガルとかね、ずっとスペインとかぐるっと回って、イタリアだけは避けてですね、スイスとオーストリア、オランダまで行って、パリを目指すところで、前回は終わったんですね。今回はその続きからですね、ベルギーの方からですね、まあ、その日の朝は、アムステルダムにいたんですけど、ここから高速に乗ってですね、オランダのユトレヒト州とか南ホラント州とか通って、北ブラバンド州を通って、そしてベルギーに入ったんですね。ベルギーは北側のフランデレン地域というところを通っていって、フランスに入って、フランスのオードフランス地域圏の中のノール県ね、でそれから高速道路を通ってパドカレー県、ソンム県、オワーズ県、バルドワーズ県、そしてセーヌサンドニー県でパリ県に入っていったわけですね。パリ市内ですね。そしてパリ市内でレンタカーを返してですね、ユーロスターに乗るわけですね、ユーロスター。北駅から出発して、ここら辺は通過して、カレーフレタン駅っていうのは通過していく、泊まるユーロスターもあるんですけども、一応ここがね、カレー圏。朝高速道路で通ったところをまた列車で通るというね、オード・フランス地域圏。ここからドーバー海峡を潜っていってですね、イングランド、イギリスに入っていくわけですね、14カ国目。で、最初の地域はケント州、ケント県なのかな、そういうところに入ってきます。駅としては、アッシュフォードという駅を通過していきますね。で、ウォータールー駅。8時13分頃にね、着いたんじゃないかなと思います。時刻表によるとそうなんですけど、若干違うかもしれません。で、ロンドンに滞在したんですね、イングランド。で、ロンドンに滞在し、2泊しましたね。そして、次はまたユーロスターに乗るんですけど、ブルッセル行きね。このね、アッシュフォードという駅を今度は停車したみたいなんですけども、ケントという地域を通って、でフランスにね、一回入る、フランスのオードフランス地域圏のノール県を横切ります。確かね、停車したんじゃないかな。だったっけかな、ちょっと調べますね。今更調べてもしょうがないんだけどね。どうだったっけかな。ちょっとわかんねえな。さあ、調べてみて。8時27分発だね。あ、止まってるね、11時。ここはね、11時。一応ね、ちょっとね、時刻表ではそうだけど、実際は違うかもしれないところがありますから、とりあえずね、そういう感じですね。で、フランスの動きってベルギーに入っていくわけですね。ベルギーのブルッシェル、ミンデ駅、ジーンドウエスト駅というところにで停車いたします。でですね、そこに、ここがね、ちょっと消してもらって、でね、ですね、12時44分ごろ、お昼過ぎに着いて、4時前のやつに乗るので、もうね、もう駅にずっといましたね。もうブルッシェルをね、見るっていう気持ちはなく、今からすればね、13時から1時間半ぐらいはさ、ゆっくり過ごせたんだけどね、そんな気じゃなかった。ここから乗る列車は、木座駅なんで、大荷物を抱えていましたからね、もう駅で過ごしましたね。ベルギーでございます。で、この列車に乗ってですね、木座まで向かうわけでございますね。いろんな停車駅があります。ブルッシェルのノールド駅ね。そして、ここがですね、ベルギーの最後の駅。来るとき反対方向でもね、この駅は早朝に止まってるんですよね。リージュ・ジューマン駅っていうところですね。で、ここは、ワロン地域、リエージュ州っていうところなんですよね。で、そこからドイツに入っていく。動画内ではね、なんか一回オランダに入ったかもしれないみたいなね、なんかね、オランダのね、鉄道のマークをね、ちょっと見かけたような気がするんだけどね、気のせいかなと思って。実際はね、このアーヘンというところに、ね、直接ドイツに入っちゃったんですよね。なんか、アーヘンとかアーヘンを思い出すけども、その語彙になってるんですかね。夜の6時ぐらいに止まってる。これはね、一応ね、時刻表のやつなんですけども、車内の時刻表でカメラ撮ったやつを見るとね、ちょっと若干違うんだよね。だから、目安ということでね、で、蹴るんですね。蹴る。ドイツの、ノルドライン、ベストファーレン州、車でもね、通ったし、ベルリンからパリに行くときも通ったところですね。そして、電車はね、デュッセンドルフ、これも大きな街ですね。ディースブルクというところに止まって、エッセンというところに止まって、ウォーフムというところに止まって、ドルトムンドというところに止まりますね。もうなんか、いい時間帯に乗ってますよね。ロギシャになっていくみたいな。昔、九州の方からドルトムに乗って、東京に向かうときはね、結構早い時間から出てましたから、その感覚があるかもしれないですね。で、ハム、これね、多分ね、お肉のハムの語源になった街かもしれないですね。ちょっとわかんないですよね。適当に言ってます。ハムを止まって、ビーデフェルト。で、ハノーバー有名な街ですね。ここにも止まって、ブランシュ、バイク中央駅というところに止まって、で、マクデブルクという駅に最終的にこの日は止まって、ベルリン市内はもう通り過ぎてしまってですね、で、国境のフランクフルト大田駅というのがあるんですけど、ここにね、39分から34分まで止まってた。で、ポーランドに入っていく、ちょっと細かいことを言うとですね、ドイツ内はノルトライン、ベーストファーレン州から、ニダーザクセン州を通って、ザクセンアンファルト州を通って、ブランデンブルク州を通ってきました。ここからですね、ポーランドに入って、まずはプッシュ県に入っていきます。クノービッチ駅、ここが国境の駅ですね。そして、ジェピン駅、それで、朝4時ぐらいですね、ジェピン駅。で、ポーズナンになるとだんだんちょっと明るくなってきたかな。まだね、3月だからそんなに明るくはないと思いますけども、朝の駅、ポーランドですね。ここは BUA、ポールスカ県というところですね。あと、コニン市っていうところも通ってきますね。で、クドノっていうところに通っていくんですね。朝のラッシュ時間ですね、8時前ぐらい。ウッチ県。で、次のね、マゾフシェ県っていうのがワルシャワ首都のあるところですね。ワルシャワ州になります。ワルシャワは2つ大きな駅がありました。そして、テレスポルという駅は、ルブリン県にあります。ポーランドの最後の駅でございますね。で、ブレストベートに至ると。で、ここから先はね、また違う機会にね、説明しておくの